はい、どうも、こんにちは、ラックです。サイレントヒル4ザルーム実況プレイ始めていきたいと思います。だんだん、話が、簡潔に向かっていってる感じです。では、スタート。ウォルターがちょっと怪しいね、本当に。あの子供は、ウォルター302号室で生まれたのか。いやー。謎だ。で、まっすぐだな、ここ。303号室のだけの鍵がないって。俺はこのバットを信じる。あー、ちょっと先が見えない。ほら。ほら。ちょっと動くと青くなっちゃうね。ほら。よし。ほら。アパートの鍵を使った。こっから調べてこんじゃ。何もなさそうだけどな。これもよくわかんないし。あ、ちょっと上からのアングル見えない。なんもないかな、うん、部屋広。え、何人ここ。なんもなさそうな感じかな。うん、なんもなさそう。開くのはいいけど、なんもな、なんかなってね。開くのはいいけど、ほんとなんもないのはやめてほしいな。ここが、なんか、物置つうか洗濯。やっぱ広いね。こう見ると広いね。コードがついていない電灯が不気味に輝いている。キッチン。広いね。あ、ここがあの、ベッドの部屋で、ここが、まあ、ダイニング、キッチンとダイニング。ここは、シャワールーム、トイレ。ここはないんだよな。よし、帰ろう。結局何もないし。はい。よし。なんか、昼か。何？相変わらない。開かない。結局なんだよ、この部屋は。昼がいっぱい。ただそれだけ？ただそれだけ。何もないなぁ。アパート各部屋の鍵で開けたんだよ。ショットガンだ。ショットガンだ。どうしよう、ショットガンだ。モデルガンだ。武器、あ。おいおい。一瞬俺めちゃくちゃね。めちゃくちゃ目キラキラしてたと思うよ。ええ。どうしてくれるんですか？え？何がモデルガンだよ。ここにある銃はモデルガンばかりで。え、どんなのがあるんですか？おお、サブマシンガンもある。これ SMG。おお、すげえ、すんげえ、ここ。ハンドガンあるじゃん。俺ハンドガン好きなんだけど。もうライフルだ。全部、SMG、ミニガン。この、ハンドガンだ。アサルトライフルが、ない。アサルトっぽいものあるけど、ミニ、SMG と、かしかない。なんなんだ、ここ。てか、チェーンソーがあったよな。チェーンソーはどういう意味なんだ。チェーンソーは持っていけないの。ね、チェーンソーもおもちゃみたいな、そんな感じ。なんだよ、チェーンソーのおもちゃって。いやー、ちょっと、一瞬、なんか嬉しい部屋だった。
ちょっとね、エアガンとか好きなんでね、ちょっとそういう人には嬉しい部屋だろうね、きっとね。で、どこ行けばいいの？各部屋を回れってな。ここがあれ、管理人室？管理人室。106。ここのロッカールーム？ここのロッカーってどこ？待って。10、間違えた。このロッカーの鍵みたいな。そんなのあるんだけど、どこ？開かないし。開く部屋ないんじゃね？なんかあるね。愛しのダーリンのナンバー。という文とともに電話番号らしき数字が書かれている。押しましょう。繋がんないってやつ。レイチェル、あ、ここがレイチェルね。お、いただき、これちょっと。なんか鳴ってるね。隣？おお、びっくりした！ びっくりさせんじゃねえよ。電話番号になってくるとか。ここ関係ねえじゃねえか、もう。鳴ってる。うるせえ。ふざけんなよ。あそこに呼び。鳴ってる。ふざけんな。消したいんだけど。あー、ついてくんのか、貴様。どうにかして消さないかな。痛い。痛い。痛い。あー、くそ。じゃあ、番号消す。あ、お前かよ。ああ、もう、僕をしよう。ああ。え？どこかで？ああ、やばい。帰る、帰る。どこだっけ？ああ、一旦部屋出なきゃいけないか。部屋出てロッカールーム出る。家で撮るんだ、家で。多分レイチェルの、恋人の、あれは、多分部屋なんだろう、部屋。多分こっちで鳴ってると思う。多分ここの部屋の番号でしょ。あ、鳴ってねえよ。俺の予想は外れたよ。ここの部屋の番号かと思った。あいつがずっと追ってくるとなるとな。きついっすね。もう紙すら置いてきてないし。あ、こっちの紙があったか。はい。今から4年前、私の嫌な予感が的中し、体の震えが止まらないぐらいがあった。12月じゃねえ、12分の21と刻まれた死体が発見された時だ。死後6ヶ月の死体だった。ウォルターは今から7年前、その時から3年前に自殺している。警察は第二のウォルター殺人事件、模倣犯の宣伝を動いていた。しかし、私は当時から何か引っかかっていた。5月14日の出来事だった。そろそろ管理人もこっち来そうだな。な、管理人。21人まで出そうだからな。21番目か、俺。もうちょっと回復していこうか。いや、大丈夫でしょ
バスタブ大爆発っつってな。バスタブ大爆発っつってな。さて、どこで鳴ってんだ電話。多分電話探しの旅でしょ、今から。オッケー。うるせえ、うるさい。あ、鳴ってる鳴ってる、近い。その代わりこっち行く。遠くなったね。出てくんでしょ。どうせ出てくんでしょ。俺がこうやって調べてる間に。ここの電話じゃない。ここ綺麗だな。でも部屋狭いな。近い近い。ここだ。鳴ってる鳴ってる。なってるなってる。なってるなってる。ポケットに破れた紙が入っている。うっそ。なってんだけどな。この辺でなってんだけどな。あー、ちくしょう。あー、もういいよいいよいいよ。こっちじゃない？もしかして。ああ、精神攻撃。ここじゃない。ここじゃない。ああ、危ない、危ない。もう一つ隣の部屋、ここか。なってる、なってる。はい。切れてしまった。ああ、よかった、これで。ああ、よかった、よかった。これで、終わりかな。お、ここ、絵が飾ってあるな。ちょっと反射で見えないですね。こうやれば、ある程度は見えるかな。絵が飾ってある。ああ、アイテムいっぱいだしな。ちょっと自分の部屋に行ってみようか。自分の部屋行こうか。やっとだよ。あと部屋向こう。でもここまた来よう。もうなんか言ってる、なんか言ってる。一旦自分の部屋行って赤い紙を置いてこよう。こんなアパート住みたくねえ、ほんと。自分の部屋。自分の部屋の周りだけ綺麗っていう。よし。これで OK かな。このロッカーみたいな。ここ入れないよな。さっきのとこ。ID の部屋だけ開かないんだよね。こっからもう調べていくか。向こうは開いてるんだよ。よし。なんだ？何もないかな、ここも。あ、綺麗だ。ブブ 白黒テレビみたいなのあれ。ブラウン管っていうところですね。もう白黒だよ。玉か。なんか見てるなと思ったら玉だ。なんもない？なんもない。なんもない。ここは一番なんもねえな。錆びた部屋。錆びた部屋っつってもいいな。迷っている？いやいや。部屋を調べてるだけですよ。断じて迷ってないですよ。さっきの部屋の赤い紙を。はい、こんにちは。まだいる？ん？まだいる？あ、いたか。出てきてるな。なんか出てきてる。出てるけど気にしない。
よし。これをもう一回家に持って帰らない。ああ、声ちっちゃくなってる？知らない。ああ。さすがにもうね、1時間もやれば結構きついっすよ。まだ45分しか経ってないっすけど。よし、頑張ろう。ここは何にもないのかな。もう部屋調べるだけで。ここし、来た？来たか。ああ、出てきてる。何もない。何もない、何もない。帰ろう、帰ろう。なんかある？あ、なんか見てるの。カセットテープ。ラベルには、ひんむかれるマイク。私の部屋。よし、この二つで満杯だ。あとはもうないな。ここにカセットテープいっぱいあるんだ。あ、来た来た来た。来ちゃった来ちゃった。あ、あったあったあった。危ねえ危ねえ。よし。帰ろう。アイテムいっぱいじゃ何もできない。ん？これもう一つ上だ。ああ、赤い紙置けば一個持ってるか。じゃあいいか。赤い紙を置いて帰ろう。あ、帰らない。調べに行く。いやーもうどんだけ時間かかるんだよ、これ。アイテム欄が少なすぎて。これの行き来の繰り返しかな？ てかもう武器持たなくていいんじゃねえか？もうぐるっと回りすぎ。よし。あとは何にもない。こっちだな。あ、ちょっと待って。この先行ってねえな。ここの一番端っこ行ってないですね。終わったかと思ったけど、終わってなかったみたいですね。ここなんか囁いてっから嫌だ。ハエとゴースト、ハエとゴースト。なんもない？あ、やばい。やばい、挟まれた。ああ。オッケー。あ、僕の塩が。ここなんもなかった、本当に。帰ろう、帰ろう。もうやだ、もうやだ。出てくるね。出てくるっていうか、もう一回壁の中入るのかな？ついてくんのかな？もうわかんないや。はい。なんかいるし。お、飛行機だ。ここは子供がいる人の部屋かな？なんかいる。いる。挟まってるし。ほらほらほら。オッケー。念パーツ。念には念をってやつだ。誰もいない？おお、びっくりした！もう。痛い。あ、もう相打ち。もういるのはわかってるけど、ほんと怖いね。もういい。何もないならいい。この鍵は一体何なんだ？あ、まだ奥がある。もう調べてこう。もうどんどん、なんだここ。周りと全く違う。びっくりさせんなよ。なんかある。
リチャードが使っていた銃、リボルバーもらってこうぜ。使いやすく、破壊力はまずまず。アイリーン・カルビンの姿。あの場所は確か303。なぜ彼女がこの世界に？次に死ぬのはアイリーンかい。絶対容疑者、ヘンリーってやつでしょ、これ。何これ。いらないから捨てる。試し撃ちってやつ。捨てるってことできないのかな？ 捨てるってことはできないのかな？できないみたいだな。これ取りたいな。どうにかして捨てれねえよ、これ。できないみたいです。また戻ってくるのかな、ここに。あとは、また出てくるの。あれ、ここ全部調べてよね。あとじゃあもう一回3回調べるの。謎だ。積んだぞ。いや、カセットテープとかもあるけど。最後の下の階調べてねえじゃん。それとヘンリーの部屋も入ってねえよな、俺。入れねえか？開かないみたいだな。どうしよう。じゃあ一旦帰るか。でもこっから戻んねえな。下に行こう。下行って下のアーから行った方が早いですね。下の穴調べんのか。下の穴じゃねえ、下の階な。俺もうやばいな。よし。一旦中に入ろう。で、カセットテープと、あれを消費しよう。マグナム。リボルバーマグナムをしまって、もう大切に保管しておこう。もう弾使っちゃったしね。さあ、起き上がれ、ヘンリーよ。今すぐここから離脱するんだ。いやいや。一旦まず。アイテムを預ける。これ何？ 106 と開いている。ロッカー106の鍵。持ってなきゃなんかありそうだしな。この人形もよくわかんないしな。で、これ。け。俺をどつくなんて10年。汚ねえ服だ。誰か持ってけ。え？これは。なんか言ってる。英語でよくわかんない。はい、赤い紙。読みづらい。レイチェル、愛してるよ。以上、窓から、見守ってるよ。前からに。窓から？303号室、アイリーンの部屋の鍵を拾った。届けようと思ったが、彼女は留守だった。後で管理人に届けておこう。それは5月20日の出来事だった。管理人の部屋にあるのかな？じゃあ、部屋の鍵、アイリーンの。
アイリーン・ガルビンの部屋の鍵をなくしてしまった。探し出して、どういうわけに行かないと。さて、思い当たる場所といえば、管理人の部屋？もう管理人の部屋に行けと言わんばかりの感じですね。お前は。開けろ。開けてくれよ。お前が犯人か？あ、いなくなった。アイリーンの様子が気になるな。あ、寝てる。無事のようだじゃねえ。寝てるよ、完璧に。夢の中で？って感じ？よし、行こう。よし、行こう。いや、もう 喋ることもないよ、本当に。もう雑談とか、もうそういう気分でもないよ。なんだ。ここは何なの？一回もう全部調べてるよね。わかった。管理人、あ？アパートの住人の廊下だ。あ、ここで。ここし、あー、カセット置いてくるべきだった、これなら。消費されるかと思った。手紙が落ちてきただけかよ。んだよ。管理人の部屋は？2階の204だっけか。違うな。205だな。こっちだったかな。こっちだな。あ、違う。1階か？ 1 階だな。1階の管理人の部屋行ってみよう。多分ここが玄関かな？ここが。玄関っていうか、こっちじゃない。反対側だ。玄関というか、入り口というか、そういう場所かな？ここ。だから開かないんだよ。ここの、これ。違う。あー、来るね。痛い。多分ここで剣を使うんだろうね。調べるか。なんかない。鍵ない。お前だけなんか動きが早すぎる。この箱じゃないの？違うの？いて。鍵ないじゃん。積んだ。管理人の部屋来たけど、どこ行けばいいかわかんない。次どこ行く？ああ、いいのか。あ、わかった。一旦出て。ここの、あれー。あと行ってない場所どこだ？ああ、もう30分。うっそー。どこ行けばいいんだ？あ、
アイリーンの部屋？どうやって行くの？といったところで、じゃあ終わりにしますか。わかんない。場所が。その方はいいよ。4月、あ、5月20日。拾った。届けようと思ったのは彼女の留守だった。管理人に届けておこう。鍵をなくしてしまったんです。探し出して届けに行かないと。さて、思い当たる場所といえば、わからない。はい、ということで、じゃあ一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。次回ちょっと多分探して見つけたらそっからスタートしようかなと思います。では、さよなら。